はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。現在パズドラではね、オリンピックコラボが開催されてるんですが、今現状ね、日本のメダルの数が金メダルがなんと13枚ありますと。で、しかも銀メダルが4枚、銅メダルが5枚合計あって、まあ、現時点でね、魔法石52個配布が決定してるんですが、その上でもう石配布来てます。まあ、昨日来たね、31個配布に加えて、今日もなんとね、10個来ました。ということはもしかすると、明日もね、残りの分が配布されると思われるので、またね、魔法石が配布されると思うんですが、まあ、現状ね、オリンピックめっちゃ熱くてね、もうすごい日本頑張ってるんですよ。サッカーとかも昨日めちゃ熱かったんで、よかったら皆さんね、オリンピックね、見てみてください。はい。で、まあそんなね、オリンピックコラボが開催されている現状なんですが、今日はジュース回戦コラボについて話していこうと思います。今日何を話すかと言いますと、呪術回戦コラボって強化来ると思いますかっていうコメントがめっちゃあったんですよ。めっちゃあったっていうか、まあ数件あったんで、今日はそれについて話していこうと思います。はい。そもそも今ね、ジュース回戦コラボは新コラボとして開催されまして、まあ、キャラに関してはぼちぼち強いって感じでね、まあ、かなり引いてる人多いと思います。実際ね、イタドリとか、マヒトとかに関してはめちゃめちゃ強くて、あとはそうだな、まあ、五条もステータスは強いかな。やっぱまあ使えるキャラといえば、やっぱイタドリ、マヒト、そして東堂ですよね、東堂。そこら辺がかなりね、評価されがちだと思うんですよ。で、じゃあ実際他のキャラどうなんですかって言われると、五条はまあ使える。まあ使えるね。ジョーコもまあロザリンが色かけで使えるところはあって。じゃあ、釘崎に関しては、ちょっとネタ要因ならめっちゃ強かったけど、実用性はちょっと低めと。まあまあ強いけどね、強いけど、ちょっとだけまあそのね、イタドリとかに比べると低めかなって感じはあって。で、そうだな、ナナミケントに関しては、まあ正直、まあ七海健人強いって言ってる人がめちゃめちゃ少ないんですよ。やっぱり使い道はあるよねっていうのはめっちゃ分かるんですけど、強いか言われれば微妙で、で伏黒に関してはめちゃ強いんですよ。伏黒はもうマジ強くて、こいつも最強さ、もはやね、トップ5ぐらいには当たり入ってきてるんですよね。このキャラトップ5はあれだな、トップ3ぐらいの当たりなんだよね。ガチでめちゃめちゃ強い本当に。まあ、伏黒はもう最強サブです、マジで。で、レイン巻きに関しては、って感じで、星野のキャラの強いキャラと弱いキャラの差がめちゃめちゃ広いんですよ。パズドラのこのジュース回戦コラボって。で、でも実際多分ユーザーみんな大量に引いてるから、運営的には売り上げ満足してるんで、どうせ強化とかね、しなくてもいいやって思ってると思うんですけど、やっぱ一個思うことがあって、せっかく呪術廻戦とコラボしてんのに、ね、ちょっと盛り上がってんのに、この波を運営さんも止めたくないと思うんですよ。だってさ、今、パズドラ呪術廻戦コラボっつってさ、めちゃめちゃ話題になっとったわけやん。で、まあ、その YouTube とか見てるとさ、やっぱ呪術廻戦コラボの動画ってすごい伸びてるわけで、そのいろんな実況者さんをね。って考えると、まあ、運営も、まあ、ちょっとこのね、今の人気に乗っかり出すはあると思うよね。で、ここで多分、呪術廻戦コラボを強化すると、まあ、一つは運営の株が上がって、まあ、ちゃんと強化するとね、微妙な強化だったらあれだけど、少しでも強化してくれると、まあ、多分評価は上がると思うし、実際コラボの自体もね、また盛り上がると思うの。多分このままいくと来週ってそんな盛り上がんないじゃん、呪術廻戦コラボって。なんでかっていうと、ガチャは引けるけど、もうなんか使ってみた動画とかも出尽くしてるところはあって、YouTube とかにね。まあ、実際まあ、ガチャぐらいしか盛り上がらんくなっちゃうわけだから、って考えると、この強化が来ることによって、呪術廻戦コラボをもう一回盛り上げることができるわけですね。ってなると、当然ガチャを引く人も増えるわけで、運営にとってはいいことしかないので、まあ、そこまで考えると僕は、呪術廻戦コラボは、強化来ても全然おかしくないと思う。やべえ、俺、この話までに4分かかってんのか、やばいな。本題に入ると、呪術廻戦コラボは、強化が来ても全然おかしくないと思う。で、実際に強化するあれを予想すると、今、7月29なんですよね、木曜日なわけなんですけど、今日明日ぐらいに来るか、ギリギリで来週の月曜ぐらい、来週の月曜火曜ぐらいになるのかなとは思ってます。はやば、今日明日か来週の月曜火曜ぐらいに来ればまた行けるから、ありそうで。ただ明日金曜日なんで、まあ、何かしらなんか来そうなんですよね。イベントとかコラボとか。いや、でも呪術と合わせるかな。いや、わかんねえな。呪術と合わせてもみんなガチャ引かねえからな。なんかゴッドエースが来る気がするわ。ゴッドエース来そう。魔法石7個。
スーパーゴッドエースみたいな。いやそれはないか。でもなんかゴッドエース来そうな気がするんですよね、めちゃめちゃ。なんかわかんないけど、めっちゃゴッドエース来そう。めっちゃゴッドエース来そう、マジで。何？めっちゃ来そうなんだけど。だからなんか何かしらイベント来る気はするんであれなんですけど、まあでも多分冷静に考えると、うん、そうだね、やっぱ今日明日か来週の月曜火曜ぐらいまでなら間に合うかなって感じ。もう水曜、まあ、火曜日までに来なかったらほぼ来ないと思っていいと思います。それはもう水曜日からだと間に合わないに、絶対にイベントが、まあ、ワンチャンあって今週ぐらいかな、まあ、今週来なかったらかなり確率下がるかなって感じ。もう来週火曜までに来なかったら絶対来ないと思うんで、そこら辺までに発表されれば全然今日か来てもおかしくないと思います。まあ、実際ガチャ引いてる人も多いから強化しなくてもいいだろうってのもあるだろうし、やっぱ運営はね、このキャラたちが今もう最強だと思ってるから、基本的に。だから多分まあわざわざ強化しないとは思うけど、ただやっぱ俺の願望もあり、運営さんにもメリットしかないから強化してほしいなって気持ちはあります。まああくまでこれはでも僕の予想なんで、僕の予想としては強化は来そうな気がする。で来るとしたら来週の火曜までには発表があるんじゃないかなとは思ってます。ただもうそこに関してはもうはっきり言って運営さんが決めるかどうかなんですよ。オリンピックまでコラボしてこんなにも盛り上がりつつあるパズドラの流れを止めてほしくないんで、もうマジで運営さんに、俺も流れ来てる、これもしかして伏黒2連チャンじゃね、今これ。なでこチャレンジ来た、なでこチャレンジすごい、伏黒全然ダメだ。まあそうですね、まああくまでこの動画はですね、僕がね願望について語る動画なんですが、実はただもう本当にガチ予想したら全然来ると思ってます。はい、まあという感じでね、ちょっとなんか気づいたら呪術廻戦コラボ引きすぎたな。でね、呪術コラボに関してね、オリンピックで石配布来てるじゃないですか。で引く人多いと思うんですけどね、全然引いてもらっていいです。ちなみに呪術廻戦コラボは本当に強くて、特に東堂がね圧倒的に強いんですよ。まあ、正直、東堂、虎杖、まあ、人当たり引けたら全然撤退してもいいと思うんだけど、個人的に東堂が今めちゃめちゃ熱くて、ほんと強いキャラで、このキャラって。このリーダーと一番右のサボを入れ替えるっていうこのスキルが強すぎるんですよね、あまりにも。あまりにも強すぎるんで、もう正直、東堂を引きに行ってる時点で、全然石は使ってもらっていいと思うし、あと、五条も結局ステータス強いのと、虎杖は、この変身と究極どっちも強いんですよね。この究極の方に関してはやっぱね、周回とかでもめちゃめちゃ強いですし、攻略でも使えるっていうのと、やっぱ変身も超強いんで、ここら辺も狙いに行きたいところではあるよね。ちなみにさ、俺結構引きよくね？今なんかめっちゃ今しれっと見てたけど、めっちゃ引きよくない？これ釘崎野原からでしょ？釘崎野原、伏黒、虎杖、七海健斗、上五、五条悟、釘崎野原、あ、まあまあ、伏黒2体がやべえだけか。意外と引きよかった気もするけど。まあ、という感じでね、今日は大学に行く直前に、呪術廻戦コラボの強化が来るかにどうかについて話す動画でした。まあ、あとね、ガチャに関してはもう全然引いてもらっていいと思ってるんでね、本当に。まあ、皆さん引いてもらえればなと思っております。はい、まあ、という感じでね、今日の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。え、やばなしで。